リチャード・ポール・フランク・キングソンは、ガーナ・アクラ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。トルコ国籍も所持していることから、トルコ名で、ファルク・ユルソイとも知られ身分証明書の不備が原因で、キングストンと頻繁に名前を間違われている。また、同じく、ガーナ代表でプレーするラディア・キングストンを弟に持ち、こちらのせいであるキングストンは、 ガーナのパスポート当局による綴りのミスが原因。キングソンは1996年に母国を離れ、トルコへと渡り、6つの異なるクラブに所属。また、後にトルコ市民権を取得し、ガラタサライ SK のクラブ関係者、ファルクスレンとエルグンギュルソイから名前を取り、トルコ名をファルクギュルソイとした。トルコでの最初のクラブ。しかし、2004から05シーズンに、 同チームに復帰するとサニジャボールエラズルスポル戦で初出場を果たした。翌シーズンにアンカラスポルに完全移籍をしたが、2005年9月、UEFA インタートとトカップ2005の FK、ZTS w ブニ戦後のドーピング検査に引っかかり、UEFA から約半年の出場停止を言い渡された。スウェーデンのハンマルビーフへ3ヶ月のローンで加入した際のプレーが、オールボービー マッカビテルアビブ FC、バーミンガムシティ FC とヨーロッパのクラブから関心を寄せられ、2007年7月4日に、バーミンガムへ契約期間2年オプション2年で移籍した。同年8月28日のフットボールリーグカップ第3回戦ヘレフォード、ユナイテッド FC 戦で移籍後初出場をし、エリック・ブラック代理監督が唯一指揮した、ポーツマス FC 戦で、 リーグ戦初出場を飾るも、出場は、この一試合のみに終わった。シーズン終了後、バーミンガムの共同所有者、デビッド・サリバンから、この降格は全監督スティーブ・ブルースが選定して、契約した、ゴミの山のせいだと非難され、これに対しキングソンは失望と怒りを感じ、彼のような立場にいるものなら、もう少し分別をもって話すべきだ、と語った。 まだ契約は1年を残していたものの、双方合意により契約解除した。2008年9月16日に前クラブで指導を受けたスティーブ・ブルース監督率いるウィガン・アスレティック FC へ加入し、ガーナ代表で着用している背番号22を与えられ、FA カップ第3回戦のトッテナム・ホット・スパー FC 戦で移籍後初出場をした。 2009年5月9日のアウェー・ブエスト・ブロムウィッチ、アルビオン FC 戦で、試合開始10分後に負傷したクリス・カークランドに、代わりリーグ戦初出場をすると、クリス・ブラントの PK を一旦止めるも、その跳ね返りを同選手に決められ、1から3で敗れた。2009から10シーズン終了に伴い、契約満了となったため放出された。2010年9月に昇格組のブラックプール。 FC へ加入し、11月10日のアストンビラ、FC 戦で遺跡後初出場を果たした。その後、聖人ケイのマシューギルクスが負傷したことで、しばらくゴールマウスを守っていたが、終盤戦に復帰したギルクスにポジションを明け渡してしまい、さらに同シーズン終了後に、クラブは降格し、キングソンは同僚数人と共に放出された。ブラックプール対談後は、 L イコールハジリルフと共にフルスウィガンの訓練に参加している。2015年2月15日、フルスであるアクラグレートオリンピックスと1年契約を交わしたことが発表された。アフリカネーションズカップ2008ベスト8のナイジェリア戦に勝利したサイノ・キングソン。ガーナ代表史上初出場となった2006フィファワールドカップは当初サミア・ジェイが 正 GK に指名されていたものの、本大会直前の親善試合でポジションを奪うことに成功し、移行性 GK として活躍。2012年に、キングソンは、同大会のチェコ戦前に0-2で負けるように、報酬30万ドルで800兆を持ちかけられ、拒否していたことを明かした。なお、この試合は、アサモア・ギャント・サリー・ムンタリの得点で、ガーナが2-0で勝利している。 アフリカネーションズカップでは2008年2010年とオールスターチームに選出される活躍を見せているが惜しくも両大会ともにエジプト代表 GK サムエルハダリの控えとしての位置づけとなっている。2008年8月20日のタンザニアとの親善試合で1から0とリードされている中で試合終了間際の FK のチャンスに攻め上がり頭で得点を決めた。 2010フィーファワールドカップの初戦では、ウィガンアスレティックでの同僚ブラディミル・ストイコビッチが、ゴールを守るセルビア戦で先発に選ばれ、1から0の無失点勝利に貢献した。次戦のオーストラリア戦で11分にマーク、ブレッシアーノの長距離 FK に対し、キャッチミスを犯し、こぼれ玉に詰め寄ったブレッドホルマンに先制点を挙げられたが、最終的に1から1で引き分けた。 グループステージ最終戦のドイツ戦で0-1と敗れたことでオーストラリアに勝ち点で並ばれるものの得失点差で決勝ステージに駒を進めた。ベスト16のアメリカ戦後にトルコ航空がスポンサードを務めるゴールドットコムが選定する同試合の最優秀選手に選出された。チームは準々決勝のウルグアイ戦で延長戦。 終了間際に決定機を作るも、ルイス・スワレスに手で止められ、このスワレスの行為により、PK を得たが、ギャンが外してしまい1から1の引き分けとなった。それから、PK 戦に突入するも、ジョン・メンサーとドミニク・アリアが外し、アフリカ大陸初のベスト4に駒を進めることが、できずに敗退した。ありがとうございます。